モリアルガールドサイド3こうちゃん親友ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はルカとお部屋デートをしてきたところですね。で、もうクリスマスか。おい、今帰りか。あ、小一くん。そうだよ、小一くんも。まあな、一緒に行くか。じゃあちょっと喫茶店でお話でも聞いてもらおうかしら。じゃあお茶して帰ろうよ。おう、悪かねえな。まあ、いや、どうしたの？あ、大丈夫だ、気にすんな。ところで小一くん。あ？また物騒って言われちゃうかな。小一くんはスキンシップってどんな風に考えてる？あ？なんだいきなり。どう考えてるのかなって。どうってことねえだろ。あんなもんお前、アメリカじゃ挨拶みてえなもんだ。キスの時はすごい動揺してたけど、スキンシップは大丈夫なんだね。キスも挨拶みてえなもんではないのかな。そうなんだ。そうだ、覚えとけ。うん、挨拶みたいなもんだね。言っとくけどな、ここは日本だ。分かってんだろうな。そうね、ちょっと手癖の悪い女だからね。うん、分かってるよ。お、何なのよ。今日は学校主催で開かれるクリスマスパーティー。あ、そうだ、パーティーでプレゼント交換があるんだっけ。プレゼントを買いに行こう。そう、日曜日にね、散財したばっかりだから。また一リッチのプレゼントだけど、何を買おうかな。まあ、お菓子は何回もらっても嬉しいでしょう、きっと。プレゼントはこれで OK。 家に帰って準備しなきゃ。クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。今年はね、ちゃんとドレスを調達したので。まさか指輪もらったから指輪つけてく。準備 OK、 パーティー会場に行こう。紳士淑女の皆さん、天の橋邸へようこそ。今宵はクリスマスイブだ。聖なる夜をどうぞ心ゆくまで楽しんでください。皆さんの青春の1ページに残る素敵な思い出ができますように。それでは改めて良いイブを。メリークリスマス。バンビ、見つけた。あ、ミオ、メリークリスマス。メリークリスマス、バンビ。素敵。あ、ありがとう。ミオも可愛い。ありがとう。今日はみんなバンビに釘付けになる。占いじゃなくて本当に素敵だから。照れるな。行くね。今日は情報収集のチャンス。
メリークリスマス、しおり。あ、メリークリスマス、ルカ君。やっとたどり着いた。競争率高いからお前、今日中に挨拶できないかと思った。ルカ君こそ。ドレス着たんだな。うん、どうかな。正直に言うと、今一つ。正直に言わないでよ。そのまま腕組みして、そんで首をちょっと曲げる。こう？そう。そんで、もうって言ったら可愛い。もう、あ、やばい、ときめいちゃった。もう一回やって。あ、ルカ君来てる。一緒に写真撮って。あ、私もだって。どうすればいい？そんなのいちいち私に断らなくても。そっか。ねえ、写真いいよ。やったー。けどその前に俺たち二人のツーショット撮って。え、うそ、なんでよ。ずるい、怪しい。ちょっと照れるかも。藤谷、おい、何してんだよ。あ、高一くん、メリークリスマス。メリーじゃねえんだよ、ジレってな。ほら、どんと行け。お、初めて。まあ、そりゃそうか。そろそろプレゼント交換会の時間だ。誰のプレゼントか回ってくるのかな。もしも願いが叶うなら。君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。何が回ってきたんだろう。開けてみよう。あ、かわいい。天使の羽が降り積もってるみたい。しおり、気に入った？あ、ルカ君。うん、すごく気に入っちゃった。お前が喜ぶの考えて買ったから。え、じゃあこれルカ君からの。まあね、プレゼントも喜んでる。あ、ルカ君が持ってるの私の。もしかしてこれがクリスマスの奇跡ってやつか。すごい。ねえ、私のも開けてみて。すげえ、いいなこれ。他のやつのになんなくてよかった。大切にする。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。誰からだろう。いたしろー、バンビー。びっくりした、お泊まり会か。全然見当がつかなかった。カレン、どうしたの？今夜うちでお泊まり会するよ。もちろんミオもバンビも来てくれるよね。うん、行く。だよね。じゃあうちに来て。うん、わかった。楽しみにしてる。チャオ。お泊まり会楽しみだな。そろそろカレンのところに出かけなくっちゃ。よし、到着。やっぱり素敵な部屋だな。羨ましい。火の打ち所がない。ふふん、さーて、お茶入れよっと。今日はどの茶葉にしようかな。
おっと、こんな時間。じゃあ部屋行こっか。うん。おじさん臭い。またこんなの着せて。とは言っても着るんだな。ねえねえ、ところでバンビー、何？今気になってる男子いるの？正直に答えて。まあ今年もいいかるかでね。うん、いる。誰？ルカくんかな。ルカくん、彼変わったよね。彼の危うさに惹かれた女子は変化に戸惑っているだろうね。なんかさ、バンビを見る目なんか超特別じゃない？とても温かくて優しい。でもどこか悲しくて危ういのは残ってる。そっか、ルカ君確かに最近変わったよね。今日は楽しかった。私の恋がたきのことも聞けたし。なんて？まだ聞き出したいことは星の数ほどある。恋がたきってこのくらいで勘弁してね。いい時間だし、そろそろ寝よっか。そうだね、じゃあ電気消すよ。まだ眠くない？ダメ、夜更かしは美容のためにも絶対禁止。はーい。おやすみ。いろんなこと話せて楽しかったな。はこうちゃんと遊園地かな。で、多分このデートに行くと本当はね、親愛状態に突入すると思うんですけど、差し替え用のねデータは取ってあるので、こちらの方にね内容はちょっと差し替えたいと思います。あの有効の会話をちょっとまだね聞ききってないので。おいちくん、まだ来てないみたい。あり、遅れた。あ、おいちくん、遅刻だよ。まあな。もう。もう言うな。牛になるぞ。ほら、行くぞ。おいちくん、どうしたの？なんでもね。いや、何も言えねえ。よかった、光一くんすごく喜んでくれて。さてと、何乗るよ。じゃあ今回はジェットコースターにしようかな。上等。ほんじゃ、行くか。途中でビビっても降りらんねえぞ。割とすげえな。まあこれよね。もう一回乗る。おお、上等だ。やったね、バッチリ好印象。
あっという間に一日経っちまったな。今日は盛り上がったな。まあ次来た時はよ、いや次はねえか。バリ、どうしよう、ちょっと話を聞いてもらおうかな。光一くん、ちょっと聞いてほしいことがあるんだけど。ところで光一くん、あ、じゃあちょっと最後のやつ聞きますか。光一くんは男女の友情ってあり得ると思う？そりゃあるだろうよ。そっか。でも同性同士と違って意識しちゃったりしない？意識ね。いや、ねえな。全然。まあな。つまんねえこと考えんな。妹みてえなもんだ、お前は。同い年なんですけど。じゃあ、子分だ。それで手打て。子分って。ありがとう、送ってくれて。礼言うほどのことじゃねえ。じゃあな。光一くんに送ってもらっちゃった。なかなかやっぱ上げられないからきついな。あ、誘ってきたか。運動を上げたかったのに。あれ、誰だろう。はい、もしもし。俺、ルカ。あ、ルカくん？今度の休み、もしかして空いてる？まあちょっと本当は運動しようと思ってたんだけど。うん、空いてる。公園通り、ブラブラしようぜ。うん、ぜひ。じゃあどこで待ち合わせしよっか。公園入り口かな。だな。うん、楽しみだね。じゃあ俺はその倍。なんか照れるね。そんじゃ。ルカ君からデートに誘われちゃった。日曜日が楽しみだな。お、こうちゃんかな。よう、やってんな。あ、いらっしゃい。ルカ君なら奥でブーケ作ってるよ。そうか。呼んでこようか。あ、いや、ほっとけ。そう？花ね、そんなに面白いのか。うん、大変だけど楽しいよ。育ててみれば。俺がか。嫌なこった、めんどくせえ。そっか。じゃ、行くわ。光一くん、もしかしてお花に興味があるのかな。今年一年を振り返ってみると、アルバイトよく頑張ったよね。新しい一年の始まり、なんだか清々しい気分。あ、年賀状が届いてる。ルカ君のだ。素敵なカードだな。手書きのウサギかわいい。これは光一君のね。かっこいいけどかわいい。光一くんらしいな。これはミオだよね。難しいな。恋愛運は秘密ってどういうことだろう。カレンからだ。
キューティースリーの年ってどんな年だろう。大迫先生からだ。ウサギだよね。ちょっと細長いけど。あ、電話だ。誰だろう。ハッピーニューイヤー。あ、ルカ君、明けましておめでとう。お正月から元気だね。まあね、起きる自信なかったから徹夜。なんでか。どうして。初詣に誘うため。一緒に行こう。来年さ、これを言われて断るのか。ちょっとなんか今からうん、行く。よし、じゃあすぐ迎えに行く。あ、やっぱゆっくり迎えに行く。支度とかあるでしょ。うん、ありがとう。うん、すげえあるよな、支度。正月だもんな。うん、そんじゃ後で。期待されてる気がする。さて、何を着ていこうかな。明けおめ、待たせた。ううん、ちょうどよかったよ。明けましておめでとう。ああ、ルカ君、すげえ、いい。ほんと、よかった。あのさ、こう、手を前で揃えて、首をちょっとこう、かしげて。こんな感じ。それだ、やばい、ギュッてしたい。もう、初詣行かないの？忘れてた。よかった、喜んでくれてるみたい。よし、じゃあ行こう。神様にハッピーニューイヤーだ。すげえ人。うん、すごいね。しおり、迷子になるよ。うん、気をつけなきゃね。ダメ、全然ダメ。それじゃあ手つなご。そっか、うん、そうだね。やっぱり腕も組んだ方がいい。うん、そうかも。いや、いっそのこと抱っこしちゃった方がいい。惜しかった。はい、腕回して。ちょっと恥ずかしいかも。私は何をお願いしようかな。まあこの時点ではね、やっぱりこうじゃないかな。その相手はもっとルカ君と仲良くなれますように。その願い叶えて神ぜよ。あれ、なんか叶いそうな気が。はあ、お賽銭箱の前すごかったね。すごかった。お前あんまり大胆にくっつくんだもん。焦っちゃった。それは人に押されたから。また人のせいにして。違うってば。ん？あ、おみくじ。くじ引いてみようよ。いいよ。で、その後たこ焼き食って甘酒飲む。ルカ君の目的はそっちだもんね。まあね。ほら、引いて。よし。さて、私の今年の運勢は。あ、よかった。吉だって、これっていい方だよね。ルカ君は何だった？わーお、大吉。すごい、よかったね。そんなに？じゃああげよっかありがとう。
でもそれはルカ君の占いだから。そっか、じゃあ大事にしよう。よし、甘酒も飲んだし、たこ焼きも食ったし、こんなもんかな。ルカ君の初詣では食べ物とセットなんだね。ちゃんとお祈りもした？したよ。お賽銭ちょっとだから、ちょっとだけど。そんなの関係ないんだよ。そうなの？太っ腹だな神様。寒っ、送ってく。行こう。徐々に罪悪感が深まっていく。到着。うん、送ってくれてありがとう。なんの、今年もデート染めしちゃったしね。うん、しちゃったね。来年もしよっか。あー、ちょっといやもう来年の話？ダメ？ダメじゃないけど。じゃあ今年もずっと一緒にいよう。それならいい。ルカ君、うん、よかった。今年もお世話になります。そんじゃね。今年もいい年になりそう。はあ、ちょっともう正月からえぐってくるな。消えてった。天使なんかじゃない。じゃあ今日はルッカと公園通りだっけ、行ってきたいと思います。あれ、ルカ君まだ来てないよ。あ、ルカ君遅いな、あいつか。チョリース、さっきから見てたけどさ、あんた逆南町？え、私？いえ、待ち合わせ中。つーか、もうよくね？ずいぶん待ってたじゃん。いい店あんだって、行こうぜ。やだ、ちょっと。トゥッ、おー！ヒーロー参上。いてて、なんだってめえ。通りすがりのヒーローだ。え、蹴るぞ。つーか、もう蹴ってね。ルカ君、ダメだよ、喧嘩しちゃ。いいんだよ、こいつ悪いやつだ。ダメ。ヒーローっつーか、あんた桜井ルカさんじゃね？そうとも言う。そうとしか言わない。なんかアットホームなうちに消えた方がいいっすよね。失礼しました。待たせたな。どうしてすぐ乱暴なことするの？あれ、ピンチだったろ？それはそうだけど。お前がピンチなら俺は何でもするよ。うん、じゃあなるべく乱暴なことはしない。だからほら、機嫌直していこう。今日は何買う予定？しおり、次これ着てみようか。似合うよ。あ、これはあれ、でもこれさ、ダメなやつじゃない？ちょだよね。似合いません。チェ、やっぱりダメか。やったね、バッチリ好印象。
やばい。まだ返したくない。しおり、もう少しだけ、いいだろう。うん、大丈夫だよ。うん。じゃあ、行こう。ありがとう、送ってくれて。お礼を言うのはこっち。じゃあ、おやすみ。ルカ君に送ってもらっちゃった。はい、ということで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。